まあ、我々のねこういう車たちが、まあ、JRB のまあデモ車兼販売車ですよね。はい、早っ、最終コーナーは帰ってきた。何秒かな。車の話出張坂戸店のコーナーです。始まりました、ひろきさん。はい、本庄サーキットでございます。今日は快晴の本庄サーキットからお届けしております。はい、今日はアヘッドモーターサービスの総公開ということで、ね、平日ではあるんですけども、たくさんの方にお越しをいただいております。というわけでひろきさん、はい、今日はね、まあ、総公開ということで、はい、まあ、我々のねこういう車たちが一体何秒出るのかと、はい、はい、出るのかっていうので、うんうん、ぜひちょっとタイムを出そうじゃないかということで、今日は気合を入れて持ってきました。はい、はい、でね、改めて仕様をおさらいすると、うん、この車 H ケースの GT3 タビが入っていて、はい、エンドレスの前後モノブロックキャリパーも入って、はいはい、原車合わせもされてて、なんと400馬力という仕様になっております。おー、でね、見てください、ひろきさん知ってますよ、71、ね、今 RS ありますけど、今ね、はいはい、71R 265 3518、何が違うんですか。だから 71RS の方が新しいモデルなんですよ。ああ、じゃあ1世代前みたいな。そうです、なるほど、はい、まあ、なんですけど、まあ、このね国産のハイグリップをこんだけ太いの履いて400馬力やったら結構なタイム出るんじゃないかと。まあまあまあ、そうですね、はい、本当に400馬力あれば、はい、まあ、タイム見れば分かりますから、はい、はい、なので今日はね、ひろきさんにぜひ、おお、分かりました、タイムを出していただきたいなと、はい、え、何秒ぐらい出せばいいですか、山中さん的に。え、コースレコード、いやいや、だってタイヤが 71R って言ってるじゃん。05GS ぐらい用意してもらわないとダメですよ、はい、050の、はい、まあね、じゃあ目標タイム逆にどれぐらいですか。40、まあ、400馬力で、はい、まあ、この仕様だったら今の気温だとどうだろう、42秒後半ぐらいが目標じゃないですかね、はい、多分、はい、じゃあ果たしてそのタイムは一体出るのでしょうか、はい、早速ひろきさんに乗っていただきましょう。はい、行ってきます。400馬力 GRP 行ってみたいと思います。 ETC カードが挿入されていません。すげえな、400馬力本当出てんのかな。さあ、いよいよ新井宏樹がアヘッドのデモカー兼販売車両の GRB インプレッサでコースインをしていきました。いや、今ね、やっぱりね、空気圧えらい気にしてたんでね、やっぱりね、こうステアリング握る前になると人が変わりますね、あの人ね。何秒出るかな。今日結構気温が高くなりそうなんでね、出すタイム出すなら早い方がいいと思うんですよね。今間合い測ってますね、タイヤ温めつつ。数字来て、この次の週行くかな、どうかな。お、いた、早っ。
ヘアピン。いい感じに、また次のヘアピン。早いな。ああ、一旦アタックやめましたね。今前に引っかかってたんだ。これでもう一回行き直すでしょう。早いな。おお、さっきより深い。本庄サーキット結構ストップ&ゴーなんで、今のねエンドレスのブレーキがいっぱい入ってるのはかなりブレーキの安定感を増すんで、いいタイムが出るんじゃないでしょうか。3つ目のヘアピン、 S 字入ってくる。攻めてる攻めてる、めっちゃ遠赤攻めてる。最終コーナーは帰ってきた。何秒かな、今出ましたね。44秒707。これ新井博樹にとってどう映ってるかですね。はい、というわけで博樹さん、はい、アタックお疲れ様でしたね。いきなり初見で5分でタイムを出すっていうなかなか難関ミッションだったと思いますけど。いやいや、そうです、なかなかクリアラップは取れなかったんで、はい、ちょっと難しかったですけど、まあまあでも早かったですね。タイム44秒70。あと 1.5 秒ぐらい詰められるかなって感じはするんですけど、はい、まあ、ちょっと今 の、 セットアップとかいろいろ含めて考えると、ちょっとまだアンダーステアが強くて全然ハンドル切って曲がらなかったんで、うん、まあ、セットアップすればまあ曲がるようになるかなって感じですね。はいはいはい、はい、パワー感的にはどうですか。400馬力出てそうな感じでした。あの400馬力は多分出てるんですけど、ちょっとグリップが足んないですね、400馬力には。あ、なるほどなるほど。そうそうそう、はい、もうちょっとタイヤグリップがあるやつ履けばもっと全然タイム上がると思います。はい、多分050とかあそこら辺のタイヤ使ったら41秒とか40秒フラット普通に出るかなっていう感じの車なんで、はい、まあまあ悪くないんじゃないですか。あと乗ったフィーリングはどうですか、その足回りの感じとか。足回りの感じとかは、まあ、結構いいかなとは思うんですけど、もう少し、まあ、いろいろな人乗るんだったら柔らかくしてもいいかなと思います、ね。うん、はい、じゃあちょっと固めな。あ、だいぶ、はい、ちょっと固めかなっていう感じです。わ、はい、かりました、はい、ありがとうございます。ヒロキさん、これリベンジ必要ですか。いや、タイヤ買ってきてもらえたら。あ、タイヤ買ってきたらリベンジします。はい、というわけで。はい、すいません。はい、まあ、そんなね、アヘッドのデモカーは、うん、もちろんさっきのバリバリ走れる状態で、まあまあそうですね、はい、販売の方させていただいておりますので、はい、気になった皆さん、ぜひアヘッドモーターサービスまでお越しください。はい、次の動画でお会いしましょう。さよなら。改造車買取専門店、改造車買取本舗、高価査定、カスタムパーツ大歓迎、お手軽スマホ査定なら最短5分、改造車買取本舗で検索。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話、番組 YouTube では未公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。